はい、それでは移行会の例会を始めさせていただきます。最初に麻生会長からご挨拶をいただきます。本日第174回の通常国会の閉幕ということになろうと存じます。ちなみにこの国会で生活第一ということを唱えていた民主党がこの国会150日間かけて延長もしないで締めるこの国会、通った法案はいくつかといえば生活関連法案実に35本含めて 55% しか通ってないんですよ。 55%、 これは今までの国会史上で私はこんなにこう達成率の少ないという内閣を知らないんですが、いずれにしても生活第一と言いながらやってることがこれが実態。私はここの点だけは誰も言わないけれども、この達成率の話はこれすごく大きな問題なんだと私にはそう見えます。いずれにしても鳩山内閣は倒れて菅内閣ができた。その菅内閣の内容について我々は当然のこととして何をやろうとしているのかという点について予算委員会で一問一答で質問をし、その答えを聞かせてもらいたい、これ当然の要求だと思います。また今公定益というもの騒ぎが10年前ほぼ同じようなと起きた時には日本は世界で最も早く対応したと褒められたあの対応がなんで今回だけできなかったのか。しかも被害は間違いなく広まっていて、これは九州においては非常に大きな問題だと思いますが、この話も国会で一回の審議もできずにまさにこれも終わろうとしている。国民の関心事はこっちの方にあると言ってもおかしくないぐらいだと思いますが、これもやろうとしない。政治と金の話で閣僚の中に洗い流し始め、いろいろ問題が出ておる。でこの問題はかっては松岡理想さんであってみたり、またその他いろいろな方が自殺されてみたり、いろいろな話が起きているとどこが違うのかと。この本質においては同じことではないですか。片っ端それを委員会で取り上げられないためにどう考えたって国会を閉じようとしていると。しかも私にはそうしか見えないんですが、いずれにしても国会をしゃにむに今日閉めて7月11日にとにかくボロを出ないうちにボロを出さないようにしてということにしかならないことを画策しておられるとしか見えないというのが、これ私の偏見だろうかと私は率直にそう思っています。いずれにしても総理が交代された時は通常所信表明やり代表質問やり予算委員会をそれぞれ衆参で開いてそれからというのが常識じゃないんですかね。私どもはそういう意味ではどう考えても今回の一連のドタバタ劇というものを見てると、これは明らかに小沢さんを外したと言ってるけれども、小沢さん自身はきちんと国会で説明される義務を負っておられるはずであります。鳩山さんも資料を提出すると言われたんだけど、未だに資料は提出されない。関東小沢の金隠しと私にはそう言われているんですが、ぜひともそういう意味ではこの点はきちんと究明されてしかるべきだというのを率直に思っていますけれども、ぜひ皆さん方もその点は対応を一生懸命この参議院で対応せねばなりませんから、参議院選挙残り4週間ぜひ皆さん方のお力をお願いして返させていただきます、うん、本来ですと今日でここで移行会の打ち上げということになったんだ予定を考えておりましたけれども、いつだか、よくわからんまんまに今国会が終わろうとしておりますんですが、今置かれている状況に甚だ遺憾あるということを申し上げて挨拶に変えます。